はい、温泉おはようございますというところを出さんと受けていきたいなと思います。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何もない、勝ちたいんやー、来たやろこれ判定が。はい、どうも久保田です。新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです、こんばんは。本日はドイツ来てますので早速見ていきましょう。タイガーバランから見ていきます。技属性の OMF、DMF の選手、メイン技が雷獣パスの S455 威力、サブ技が俺の庭を勝手に荒らすなーが、455威力、会長パスカットの S440 威力、バーサドリブルの A がついてます。特技は中央エリアマスターの S、 中央エリア内でのパラメータープラス 20%、 チムスキが超団結技海外の5人以上の 25% ということで、チムスキ要因として使えそうですね。絆、海外選手が3人以上いると全員のパラメータープラス 5%、 そしてパラメータアップ、ドイツ選手のパラメータープラス 1% ということで、ドイツに関しては6かかるということで、まあこれ優秀かなというところですね。さらにサイドマスター、サイドライン付近でパラメータープラス 20% ということで、まあ、中央にいてもサイドにいても 20% 上がりますよということですね。必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を1つ封印、発動率 70%、スタミナ消費量減少マイナス 10% という感じですね。まあ、封印もあるんで、まあ、非常に読み勝ちしやすい可能性はありますね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナが1339、ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形ですね。何も乗らない場合、中央エリアでもサイドでもないという状況ですね。ドリブルが4万8000、パスが4万8000、タックル4万5000のパスカット4万6000。中央エリアまたはサイドエリアにいる場合に、ドリブルが5万4000、パスが5万4700、タックル5万1000のパスカット5万3000。技威力合算してみていくと、何も乗らない場合においては、ドリブルが21万で、パスが21万9000ですね。まあ、ここはちょっと低めですかね。タックルパスカットを見ておきましょう。タックルパスカットも20万7000のパスカット20万6000ということで、読み勝ちの補正ありっていうのを入れていくと、まあ、ドリブルが26万、パスに関しては26万7000円ということなんで、読み勝ったらまあ、おおむね抜くとは思うんですけど、まあ、27万を超えるような、ディフェンス値を出してくるキャラクターも普通にいるので、そういったキャラクターにはご了承されちゃうっていう感じですね。で、タックルパスカットにおいても25万までしか出ないので、これに関してもご了承される可能性は結構あるかなと思われます。中央エリアまたはサイドにいる場合、ドリブルが24万、パスは24万8000、タックル23万5000のパスカット23万3000ということで、まあ、各種数値それぞれですね、読み勝てば概ね抜くかなといったような数字ですね。読み勝ちの補正あり入れていくと、ドリブルが29万でパスは30万ですね。タックルは28万7000のパスカット28万7000。まあ、サイドまた中央エリアにいる場合は封印とかも活かしてですね、読み勝ってしっかり取っていけるキャラクターなんじゃないかなと思われます。直近のタイガーボランと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。ドリブル値ヒューガキラーのタイガーボランは一番高いですね。29万、渾身初段だけだと25万9000で、その1個下に、今回中央エリアサイドエリアの 20% 乗った場合のタイガーボランが来ております。デバフのタイガーボランが中央エリアにいると23万4000という感じですかね。まあ、このデバフのタイガーボランとそこまで大きい数値差がないっていう感じですかね。で、渾身初段においてはドリコレに負けているということで、まあ、この辺、まあ、歴代タイガーボランで一番上っていうわけではなさそうだなという感じです。パス値見ていきましょう。ヒューガキラーは強いですね。それを除いた形でも、渾身初段であれば28万ですね。なので非常に優秀。その次に来てるのが中央エリア乗った場合のデバフの、タイガーボランの方が高いという感じですね。こちらが26万、中央エリアまたはサイドにいる場合で今回のタイガーボランが24万というところですね。なのでドリコレとかデバフと比べても、パス値に関してはその中でも一番下という感じですね。特技乗らない場所っていう話で言うと、デバフのタイガーボランは、まあ、いつでも必殺技威力 15% アップしますので、そこと比べても下がってきているという感じですね。ドリブルもそこまで大きな差がないというところになっております。守備も見ておきましょう。ヒューガキラ覗いてみていくと、渾身初段で、まあ、このドリコレ強いですね。25万、その次に中央エリアまたはサイドでの23万5000、
そして中央エリアにいる時のデバフですね、まあ、こちらも23万ということでそこまで大きな差はないのかなと。特に乗らなかったところで比べても、まあ、ほぼほぼデバフ のタイガーボランと同じぐらいという感じになっております。最後パスカットですけれども、やはりドリコレが一番上に来てますね。その次には中央エリア 20% のためのデバフがちょっと上に来ております。その次に今回のタイガーボランという感じですね。まあ、なんで性能的にはどちらかというとデバフのタイガーボランとほぼほぼ同じぐらいっていう感じですかね。はい、特技が乗って同じぐらい、特技乗らなくても同じぐらいみたいな感じのイメージなのかなと思われます。まあ、一応直近出たキャラというところでダビーとかあとはグランディオス、この辺と比較してみようかなと思うんですけれども、ドリブル値はいつでも24万8000が出るグランディオス、まあ、非常に強いですね。これとちょっと下がるくらいで特技が乗れば今回のタイガーボランが次に来てます。まあ、ダビーの特技乗った時よりはドリブルは若干上と、何も乗らないところで比べると、まあ、大きな差はないですね。こちらに関してもダビーとほぼ同等の性能という感じになっております。パス値見ていきましょう。パス値に関してもグランディオスの方が上に来てまして、まあ、ダビーよりは一つ抜けて、強いかなというところですかね。中央エリアサイド乗った時はダビーよりはパスはだいぶ上と。次に守備ですね。守備に関してもグランディオスが一番上に来てて、その次に中央エリアが乗った場合のタイガーボラン23万5000、ダビーのタックル、ダビーの特技乗った時のタックルと同じぐらいという感じになっております。最後パスカットですね。パスカットに関してもグランディオス、その次には特技が乗った時のダビー、そして中央エリアのタイガーボラン。まあでも大きな差はないので、まあ直近出たキャラで言うとダビーの特技乗った時、まあ、そして乗らなかった時っていうところがそれぞれまあ近いのかなといったような感覚になります。はい、それではカルツ見ていきましょう。力属性の DMFDF の選手、メイン技フクロウパスカットの S490 威力、まあ、一番強いパスカット技ついてますね。そしてサブ技でスクランブルディフェンスの S455 威力、ハリネズミドリブルの S415 威力、そして仕事シーンのトリックパスの A がついてます。特技は渾身の一撃の A、 スタミナが多いほど必殺技威力がアップする最大 20%、チムスキー超団結力海外の5人以上の 25% ということでチムスキー要因として使えます。絆力属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 3%、力属性の海外選手が2人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということで合計6のデバフになってます。加えてシュナイダーのパラメータプラス2ということで、シュナイダーに関しては、まあ、6たす2の8っていう形で、まあ、あのバフが乗ってくるという感じですね。自動ブロック&パスカット強化、自動パスカット及び自動ブロック時の 70% の確率で必殺技が発動する、まあ、これはありがたいですよね。そしてシュートキラーが 15% という感じになっております。4突で見ていきましょう。フィジカル 10% チムスキー75のバフ50で見ていきます。スタミナが1347、シュート以外4突で見ていきましょう。さあカルツくん、数字としてはこのような形ですね。何も乗らなかった場合、ドリブル43000、パス44900、タックルが50000、ブロック51000、パスカット49500、高いですね。まあ、ここにさらに渾身が乗りますから、まあ、結構強いかもしれないですね。シュートキラー 15% 乗った場合はタックル55000、ブロック56000、パスカット54000と。技威力合算してみていきましょう。初段であれば渾身 20% 乗ってきます。タックル値、27万3000ですね。ブロックが28万4000、パスカット29万1000ということで、まあ、これは非常に高いですね。あの初段であればパスカットしておけば結構ゴリっていったりとかもできそうですね。まあ、先ほど見たタイガーボランとかはもうどうしようもない感じですね。あの初段カルツに関してはもうパスカットされると取られちゃうという感じになるかなと思います。でシュートキラー乗った時なんですけども、シュートキラー乗ってパスカットすればシュート刈り取れるかっていうほどの数字ではないですね。なのでこれはあのちゃんと読み勝たないとあの取れないよという感じです。まあ、逆に読み勝ちの補正ありっていうのを入れていって、ブロックで読み勝ったっていうことを前提とすれば36万9000が出てくるので、まあ、これはあの大抵のシュート止まるかなと思います。シュートキラーが乗ってない、まあ、例えば浮き球のシュートとかですよね。まあ、浮き球のシュートとかで33万5000っていうブロック値なので、ここは結構怪しいですね。属性有利とかまで含められてしまうと、あの止まんない可能性出てきちゃうぐらいの数字かなと思いますので、まあ、浮き球に対するところは要注意という感じかなと思います。フェスのカルツと比較していきましょう。タックル値見ていきます。まあ、シュートキラーちょっと除いたとして、渾身初段のカルツが27万3000、
で、カジバが全部乗った時のフェスカルツで25万8千なんですよね。なので最大値においてはやはり今回の力のカルツの方が高いという感じになってきます。初段同士とかで比べるともうだいぶ差がありますね。フェスカルツは23万、今回は27万という感じです。ブロック見ていきましょう。ブロック値も変わらずですね、ブロック値も28万で、今回のカルツの方が高いと。で、まあ、フェスに関してはカジバの 15% が乗っても26万ということで、まあ、ブロックもね止まりづらかったと思うんですけれども、まあ、そこは大幅に超えているという感じですね。パスカット見ておきましょう。パスカットも今回のカルツの方が上ですね。カジバ全て乗って27万、そして今回のカルツは29万というところになっております。このフェスカルツに関してはマークディフェンスっていう圧倒的な特技がありますので、まあ、その辺の使い勝手っていうのは、まあ、絶対フェスカルツは強いんですけれども、自動パスカットとシュナイダーへのバフ、そしてまあ今回は非常に高いステータス、初段であれば高いステータスというところで今回のカルツも一つ選択肢には入りそうんじゃないかなというふうには思います。まあ、デバフのカルツっていうところもあるので、まあ、その辺で需要もあるかもしれないですね。榊くんと比較してみましょう。榊くんもねかなり、キャラとしては、まあ、今使ってる方も多いかなと思いますので、見ていきますと、渾身初段同士というところで比較するとタックル値は、カルツの方が上ですね。でブロック値は榊くんの方が上になってて、パスカット値はカルツの方がグッと上に来ているという感じなので、タックルパスカットにおいてはカルツの方が上に来てますよと。で、まあ、ブロックの部分を補うように、まあ、地上シュートに関してはシュートキラーがついてきてっていうことにはなりますよという感じですね。まあ、ただ榊くんパスキラーとかがあるので、まあ、相手がパスした場合においては非常に高いですね。これはブロックしておけば取るとかっていうことも、まあ、全然起きうる数字には一応なってるのかなと思います。なんで、まあ、榊くん級の、まあ、榊くんちょい超えぐらいのステータスでデバフパっていうのが使える、まあ、デバフパ要因としてのカルツっていうのが使えるっていう感じなのかなと思われます。それでは最後シュナイダー見ていきましょう。即属性のフォワードの選手 OMF はできないのでご注意ください。メイン技カイザーヘッド新技ですね。500威力ということで一番強い高浮き技が来ております。そしてサブ必殺技に一撃必殺のファイアショットの S500 威力、ゲルマヘッド1-2の S465 威力がついてます。まあ、なんで地上シュートもし打ちたいんだったら超フェスから移植したりとかっていうことを考える必要があるという感じですかね。特技は国籍リンクの海外、試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ最大 15% 5人までということなんで、まあ、ナツレーザーとかと同じで5人プラス、まあ、そのシュナイダープラス5人っていう形で入れる必要があるという感じになります。チムスキー超団結即海外&5人以上の 25%、絆海外選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 3%、海外選手が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということでデバフの6ですね。なので、まあ、最近はデバフ6っていうパターンが、まあ、超ドリコレの翼くんからですけど多いですね。必殺技威力アップ高い浮き玉の必殺技威力プラス 9%、ホットラインフォワード OMF をフォワード OMF からのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータプラス 10%、まあ、これが自分自身での、自己パスですよね。ピョンとかで、乗ってくるんであれば非常に使い勝手良さそうだなと、まあ、おそらく乗るんだろうなと思うんですけれども、使い勝手良さそうだなと思います。ハイボール要求 80% になってます。4突で見ていきましょう。オフェンス 10% チムスキ75のバフ50で見ていきます。スタミナが1377、ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような感じですね。リンク 15% 乗った前提で見ていきます。ドリブルが53000、シュート55000、パス53000、タックル49000のパスカット47900、そこにホットラインが乗ってきた場合ですね、ドリブルが56000、シュートは58800、パスが56200という感じですね。技威力合算してみていきましょう。リンク 15% のみだった場合、ドリブルが234000、シュートは300000ですね。そしてパスが22万、タックルが22万のパスカット21万というところです。まあその攻守ともに読み勝てば、まあ大体抜くかなとか大体取るかなぐらいのラインでは一応あるんですけれども、まあ、若干不安要素はあるかなぐらいのところですよね。読み勝ちの補正ありって入れていくと、ドリブルが287000、パスが275000、タックル270000のパスカット260000っていうことなんで、まあ、読み勝てば取れそうだなっていうぐらいにはなってるんですけど、パス値の強いキャラクターとかだった場合にパスカットで読み勝っても取れないっていうことがちょっと起きそうな数字かなというふうには思います。
そしてリンクプラスホットラインが乗ってきた場合、ドリブルが248,000、パス値は236,000ということで、まあ、おおむね読み勝ったら抜くだろうなと。で、まあ、今、ファイヤーパスで取ってますけど、ゲルマヘッドワンツーとか使ってあげれば、パス値に関してはグッと上がりますので、26万とかっていうのが出てくるんで、まあ、ここに関しては、ドリブルなのかワンツーなのかっていう勝負は十分やっていけるようなキャラクターになってるんじゃないかなと思います。で、まあ、逆に、まあ、例えばリバウールとかホットラインをそもそも乗せれるキャラクターから、まあ、今回のシュナイダーに、まあ、放り込んであげて、ホットライン 10% 乗って、さらにもう 10% 自分自身で先ほどの潜在スキルで 10% 乗ってってなると、まあ、結構高いのかなっていう感じですね。でそこからワンツーしていって、まあ、さらに自己ピョンでもう1回、ホットラインを乗せて、まあ、シュート打つっていうことももしかしたらできるのかなというようなところですね。気になるシュート値見ていきましょう。地上シュートは545を移植した前提で見ております。地上シュートだった場合は32万ですね。で浮き玉だった場合でも 9% の高浮きの威力アップを加味して32,864という全く同じ数字になってますね。なのでまあその辺を計算して9っていう数字にしたのかなとは思うんですけども、まあこういう形で、まあ、浮き玉で打っても地上で打っても同じ威力が出ますよと。で、まあ、今回ハイボール要求がついているっていうことと、おそらく自己パスでホットラインが乗る仕様なんだと思うので、まあ、地上シュートを移植するというよりは、しっかりホットラインを乗せてからシュートを打つために、浮き玉で自分で持ち帰るっていう形で高浮きだけしっかり積んでおけば、よっぽど問題ないのかなというふうには思います。まあ、シュナイダー超フェス移植したらもったいないっていう方に関しては地上が必ずしも必要ではなさそうですよっていう感じですかね。はい、というところで超フェスシュナイダーと比較してみようかなと思うんですけれども、ドリブル見ていきます。ドリブル値はですね、ホットライン乗ると248,000でリンクのみでも230,000ということで、まあ、なんとリンクのみの状態でですね、超フェスのシュナイダーの火事場全開の状態をですね超えてるんですよね。なのでドリブル値は超フェスより強いという感じになります。でシュートも見ていくんですけど、ホットライン込みで32万、リンクのみで300,000ということで、リンクのみの状態で火事場全開の、超フェスと同じぐらいということなんで、まあ、単純にシュートも超フェス超えという感じになっていきます。高浮きとかだと顕著ですよね。高浮き強化がある分300,000という形でリンクだけでも火事場全開のシュナイダーを大きく超えているという感じになります。でパスも見ていきましょう。パス値に関してもホットライン乗れば236,000、リンクのみで220,000、火事場全開の超フェスが210,000ということで、もう単純に本当に超フェスシュナーより強いシュナイダーっていう感じになっております。まあ、属性も同じなので、まあ、本当に絆がデバフなのかバフなのかっていうところと、まあ、ペナルティエリアシューターがあるので、その辺の使い勝手はね、違うと思うんですけれども、ステータスだけで言ったら、単純に超フェスシュナーの上位互換という感じになっております。守備も見ておきましょう。守備もリンクのみっていう状況でタックルが220,000、火事場全て乗った場合の超フェスが216,000なので、まあ、それを超えてますね。パスカットも同じように超えてますので、守備に関しても超フェス超えという感じになっております。はい。続いてビクトリーノと比較してみましょう。ドリブルで見ていきます。ペナルティエリア内入るとビクトリーノ260,000、バイタルだと249,000ですね。ホットラインが乗ってくると今回のシュナイダーが248,000ということで、バイタルにいるビクトリーノと同じぐらいの数字っていうのがホットラインが乗っていれば出るよという感じになっております。何も乗らなかった時のビクトリーノよりはリンクが乗ってる時の今回のシュナイダーの方が上ですよという感じの関係性ですね。シュートに関してはホットラインが乗っていればシュナイダーの方が上という感じです。まあ、地上シュートであれば319,000のビクトリーノに対して320,000という数字ですね。で高浮きに関しても312,000のビクトリーノに対して320,000のシュナイダーという感じになってます。まあ、シュートは今回のシュナイダーの方が強そうだなというところですね。はい、それではパス見ていきましょう。ペナルティエリアにいるとビクトリーノ241,000、ホットラインが乗っていればシュナイダーが236,000、バイタルにいると232,000ということで、まあ、若干ホットライン込みで言えばですね、シュナイダーの方がパス値が高いというところです。リンクのみっていうところで言うと220,000っていう形になるので、バイタルの、まあ、ビクトリーノよりちょっと下というところですかね。守備見ておきましょう。守備値に関しては今回のシュナイダーの方が全然上ですね。リンクだけで220,000、ビクトリーノはペナルティエリアにいても219,000ということでシュナイダーを超えることができないと。パスカットも同様ですね。なので守備に関してはビクトリーノよりできて、でオフェンスに関してはホットラインが乗ってくればバイタルのビクトリーノと同じぐらいといったような形かなと思います。
それではシューターキーパーのランキングで見ていきましょう。今回の試合では今高浮きで並べ替えてるんですけれども、高浮き 9% ホットラインが乗ってリンク 15% で32万800という数字になっております。若林が32万1000、フィジカルフォームですね。で属性有利が乗ってきますので、キーパーの属性に力って入れてあげると33万5千という数字が出てくるんで、若林をしっかり抜くことができますよという感じの数字になっております。なので、はい、まあ、今回のシュナイダー君は十分抜けますよと。まあ、ただミューラー君厳しいですね。ミューラーは34万という数字出してくるんで、何回打っても入らないという感じになっちゃいますね。で上にいるのがヒューガ君の初段、あとはナトゥレーザーの初段、でライカールの初段とヒノ君の全力全開中ということで、まあ、この辺のキャラよりは、まあ、属性とかを加味しないのであれば、あの数字は若干下という感じですかね。まあ、ただ今回のシュナイダーに関しては、まあ、本当にいつでもこの数字を多分出せるので、まあ、そういった意味で初段しか出せないヒューガであったりとかナトゥレーザー、またライカール、まあ、この辺と比べると、まあ、非常に安定して高いシュート値を維持し続けることができるのかなといったようなところになります。で山田くんとかがちょっと下にいて、美咲くんの、まあ、この前来た美咲くんが31万9千と、で森崎が31万っていう数字になってます。でシューターの属性に即っていうのを入れていって、森崎くんが32万5千まで上がってくるんですよね。なので、まあ、ビクトリーノではもちろん全然抜けなかったんですけれども、シュナイダーで打ったとしてもシュナイダー32万ということなんで、あの森崎くんのフィジカルフォメですね、同馬浮上圏のフィジカルフォメっていう話だとちょっと厳しいかなという感じです。まあ、ただキーパーにフィジカルフォメが乗ってない場合だとほぼほぼ同じ数字なんですよね。32万、あの森崎くんがフォワードキラー乗って属性有利で32万700っていう数字で、オフェンスフォメが乗ってる時のシュナイダーっていうのが32万800なので、森崎に関しては相手のフォーメ次第では 60% を出す可能性っていうのは、まあ、十分見えるのかなという数字になってます。ビクトリーノとかマーガスとかだとね、あのそもそもキャッチキラーが乗らなかったりとかで全然届かなかったと思うんですけども、その辺は抜ける可能性が出てくるのかなと。まあ、ただミューラーはちょっと厳しいっていう感じですね。ちなみにリバウルのホットラインとかでバフがさらに 10% 上がりましたっていう状態で、今回のシュナイダー君どんぐらい出るのかっていうところを見ていくと33万9000っていう数字が出てきますね。でミューラー君がフィジカルフォメで34万という数字だったんで、まあ、ここは本当に十分勝負できるという感じのレベルまで上がってきますので、まあ、おそらくデバフパーとかでバフ差が 10% ぐらいつけばですね、あの十分ミューラーとも勝負できるようなレベルになってくるんじゃないかなというふうに思われます。はい、というところで今回、ドイツ3キャラ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、32万超えのシューターっていうのがもう、ポンポン出てきてますので、まあ、その辺シュートに関してはこのぐらいのラインから徐々にインフレしていくような形なのかなと思います。なんで、まあ、そこを考えると、まあ、長く使うってことを考えるんであれば、ドリブルとかパスとかタックルとかパスカットとか潜在スキルとか、まあ、そういった部分が、まあ、いいキャラクターっていうのも一つ、あの検討材料に入れた方がもしかしたらいいかもしれないですね。まあ、ただ今回の3キャラにおいてはチムスキが 25% 系ということで、チムスキ揃えたい方に関しては普通に取っていっても問題ないのかなというふうには思いました。まあ、タイガーボランだけ若干ステータス気になるところかなと思いますので、デッキに合わせてご検討いただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。